牧野忠し達は、越後長岡藩の、第三代藩主。長岡藩家牧野家、宗家四代、文治政治を推進した。法永七年大名武漢官藩より、越後長岡藩、牧野忠し達の箇所官分五年一月四日、第二代藩主、牧野忠明の長男として、江戸で生まれる。遠方二年、父が死去したため家督を継いだが、十歳だったため、 王子の牧の叩きによる補佐を受けた。同年には、諸子法制十七条及びその不足、里氏市一条が発布された。これにより、長岡藩士の次三男の飯抱えや牧期氏の制限が行われた。遠方七年十二月に、従法した鶴が守に除任する。天元年、高田騒動で、越後高田藩の松平光永が開役された時、 高田城の受け取り役を務めた。元禄7年12月、忌み名名お忠里から、中達に改めている。聖徳元年、教法4年には、朝鮮通信使の接待役を務めた。下馬将軍とも言われた、大老を、坂井忠清の娘と婚約していたが破談となり、以降性質を持たずに4人の側室を置いて、一難二条を設けた。しかし、 長男の勝三郎をはじめとしてすべて創生していたため、法永7年に、本田光景の六男で、母方の、また重定にあたる忠久を養子とし、教法6年8月25日に家督を譲って、隠居し、正規とこうした。翌年8月6日、江戸で死去した、享年58。墓所は、東京都大田区池上本門寺。 死去すると、京都の神道家吉田家より、青芝霊人の信号が送られ、教法18年には、明神、50回期の明和8年には大明神に、昇格した。なお、中達自身を祭人とする青芝神社は、はじめ長岡城内、後に、悠久山に移転した。牧野忠達の書。長岡市指定文化財。長岡市立中央図書館像。 ありがとうございます。